い、皆さんこんにちは、ゆきこみなのでございます。ということで今回のスキャオバタリナやっていきましょう。今回のスキャオエルダークレムリン闇属性攻撃魔法ダメージカットに備えよう。バインド攻撃比較的弱いウェーブ1ウェーブ2の敵には魔法攻撃が効きにくいとのことでございます。というわけで、まあ、今回なんですけど、このような編成になるかなーって形ですね。はい。あとは、ま、伝説アイリスとか、アラビアンメリッサとか入ってくるのかな。まあ、メリッサはわからないけど、まあ、ゴリラは入ってきますね。あっ！ゴリラー！というわけで、まあ、ゴリラがない自分としては、正直なところ、どうにもならないというわけで、ですかね。まあこのような編成で頑張るしかないよね。このスバ。さあやっていきましょう。どんなご褒美だ。答えがありません。気力は最高潮だ。ぼっちじゃないから。攻撃が当たる。当たるぞ。遊びはもうおしまい。いつもより硬いとか言うな。あ、結構ね、シャルティアもシャルティアで使えるっちゃ使えますね。やっぱり守っている方は少ないと思いますけどね。シャルティア物理ですか。一応ね、使えるっちゃ使えますね。恐れなさい。で、なかなか強いという。気力は最高潮だ。伝説を始めるわ。で、伝説ダクネスも意外といけます。硬さといったらやっぱり次は役に立ってみせるから。女神の私に任せなさい。いつでも行ける。遊びはもうおしまい。で、ダンマチアクアはまあゲージねアップしてくれますね。なかなかね、遠慮なく行かせてもらうぞ。優秀でゴッドブラー行けるのではないでしょう。こんな強いなんて聞いてないわ。出番ですわね。いつでも行けるぞ。攻撃が当たる。当たるぞ。消えなさい。この私がありえない。とっておきを見せてあげますわ。といった形で、まあだいたい400万台は出せます。だいたいね、まあ400万円は出せるんですけど、まあこれ以上は自分は出せないと思いますね。正直なところ言うと、まあそこまで余裕がないって形ですかね。はい、ってことで以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆきこみなのでございました。またね、バイバイ。チョベリクエンディング。